どうも皆さん、こんにちは。聞こえますでしょうか。本日はどうぞよろしくお願いします。まあ、こういう機会をいただきまして、本当にありがたく思っております。パレスチナの皆さんにですね、この核兵器禁止条約や、この核兵器廃絶への世界の動き、私たちにできることということを本当に何度もお話をする機会をいただきましてですね、でその度に、いろいろ状況は前に進んでいるというふうに思いますし、その分私たちが特に日本で、被爆国である広島や長崎を知る国である日本でやらなければいけないことがどんどんと増えてもきているなというふうに思っています。で、今日はですね、少しスライドを共有いたしますけれども、事前にお送りしたスライドよりも少し写真など増やして枚数が多くなっておりますけれども、お話をですね、スライドに沿いながらさせていただきまして、質疑応答の時間もあるということですから、積極的に、ご質問いただければというふうに思います。で、核兵器禁止条約について、ある程度基本的なことは、おそらくご存知、あるいは、報道等で聞いたことがあるということじゃないかなと思いますけれども、今年の1月22日に発効いたしまして、発効というのが正式な国際法になるということですから、まさに国際法で核兵器が違法化されたということで、コロナ禍ではありましたけれども、広島でも長崎でも被爆者の皆さんを中心に本当に祝福をしたわけですよね。で、この運動にですね、貢献してきたということで、 ICAN が2007年に発足してから、どん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 と広がってきまして、ノーベル平和賞受賞後にですね、パルシステムさんも団体として、このメンバー団体に加わってくださいまして、日本でも参加するところが増えまして、活動が広がっております。現在600団体を超える参加団体がいましてですね、で、国際運営グループということでピースボートがその一団体であるものですから、その日本での取りまとめなどのようなことをさせていただいているということであります。しかし、600以上の団体、これみんな対等ですから、考え方としましては。ですから、パルの皆さんがこういうことをICANとしてしたいというようなお提案があればですね、いつでもどんどん出していただければというふうに思っております。で、このノーベル平和賞は、核兵器が非人道的な兵器だということの認識を広めて、条約でこれを完全に廃絶するということを、謳った、その運動に対して送られたということでありまして、本当に世界中の仲間たちが日々取り組みを進めておりますけれども、まずは、この条約をへの参加する国を増やすということでありまして、私が所属しますピースボートはこれまでずっと船を使ってですね、被爆者の皆さんの声を世界に届けて、そのことによって、条約ができるまでは条約交渉の機運を盛り上げると、条約ができてからは署名批准する国を増やすということで活動してきましたけども、残念なことに昨年からはですね、コロナで船が止まって動かせない状態になってしまいましたので、現在ではオンラインで、世界の人々に核の被害を伝えるというような取り組みを続けておりまして、またですね、この後は少しお話ししますけども、世界の核被害者の声を広げると、つまり核実験被害とかですね、そういったものは世界中で起きているわけですけども、そうしたことについても光を当てるということを取り組みを始めております。で、今日核兵器の数は少しずつ減ってはきているんですが、しかし、最新の情報でまだ1万3000発以上あるということでありまして、9割がアメリカとロシア 5、6000発ずつ持っているということですね。桁違いにアメリカ、ロシアが多いわけでありまして、でそれはこの冷戦、の前からですね、冷戦時代にその1945年以降ですね、アメリカとロシアが、アメリカとソ連がですね、核軍拡競争をずっと続けてきたと。青い部分がアメリカの核兵器、赤い部分がソ連、そして今のロシアの核兵器ということでありまして、ずっと1980年代まで核軍拡競争をして、そして90年代に入ってから一旦は下げたんだけれども、その後またこう横ばいになってきて今に至るということでありますね。あくまで、アメリカとロシアが2大核保有国であると。で、これを、NPT という条約を基礎にして、多国間で規制していこうということでですね、非核兵器国、核を持たない国は核兵器を持たない代わりに、核兵器国は核軍縮をするんだということで、進めてきたんですけども、これでは、不十分であると。つまり核兵器を持つ国の方がその核軍縮努力というのも、努力規定しかないのでしっかりやらないわけですね。で、より厳しい措置が必要だということで、この核兵器禁止条約が
作られたということになるわけでありまして、今日7月8日ですから、昨日でですね、ちょうど4年経ったということになります。で、この条約はですね、核兵器を非人道的な兵器として定めて、これを全面的かつ完全に禁止して、そして核兵器の廃絶への道筋を定め、核被害者への援助を定めた条約と、まあ、こういうふうに言うことができますけれども、その内容としましては、核兵器の非人道性というのは主にこの前文のところに書いてありますよね。いかなる核の使用も国際人道法に違反すると。その前提として被爆者や核実験被害者が受けてきた苦しみ、特に先住民族とかそういう方々が核実験の被害を受けたし、女性への影響、これ放射線の影響は男性よりも女性に、顕著に出るということが科学的に統計的に実証されておりますので、そういったことにも配慮した内容、大変格調高い内容の全文になっておりますけれども、そのもとにですね、核兵器の禁止ということでは、いかなる場合も核兵器を作ることも持つことも使うことも、使うといって脅すこともそれらのことに協力することも許さないという非常に厳しい包括的な禁止規定になっております。でまたですね、核兵器をなくす方ですね、廃棄する方については今あるものについて申告し、国際原子力機関との保障措置協定の下で、きちんと国際機関による廃棄プランを策定して、核兵器の廃棄を進めていくと、こういう道筋が書いてあるわけですね。で今のところまだ核兵器を持っている国がこの条約に入りませんので、この条約がこの条項がすぐ作動し始めるということではないんですけども、今後核兵器を持っている国が入ってきた場合にどういうふうにそれをなくさせていくかということについての実務的な話し合いはもう間もなくこの禁止条約の締約国の中で始まりますので、ある意味では核兵器のない世界に向けた極めて具体的な準備作業が国際法の下で始まるということであります。それと同時に重要なことはこの核被害者援助でありまして、第6条に定めている核兵器の使用または実験で被害を受けた人々に医療的、社会的、援助的、経済的援助を行う義務、あるいは核兵器の使用や実験に関する活動で汚染された環境を回復する義務と、こういうことが書いてあります。これらが締約国が行うべき義務になりまして、締約国会議の中ではこれをどうやって行うかというようなことについての議論が間もなく始まるということなんですよね。で、2つポイントがありまして、核兵器の使用だけじゃなくて実験も含まれていますから、広島長崎のみならず太平洋とか中央アジアとか世界中で行われていった核実験の、まあ、実態はなかなかまだ分かってないんですけども、そういった人々の状況にまず光を当てることになるということ、それからこの環境の回復の義務というのがありますから、まあ、簡単に言えば福島で今行われているようなことですよね、放射性物質で汚染された土地の除染、それに伴うさまざまな問題があるということは、おそらく皆様方も福島関連のですね、活動もおやりになっていると思いますので、ご存知と思いますけれども、そうしたことのより大規模な取り組みがですね、世界規模で必要になってくるということでありますが、そうしたことも動き出すわけですね。で、まあ、この条約ができてから発効までしばらく時間がかかったわけですけれども、先ほどご紹介がありましたように、パルの皆様も本当に取り組まれたですね、被爆者国際署名というものが5年間で、1370万を超える人々から集まって、それが毎年毎年提出されてきたということが、条約を発行させる大きな力になりましたよね。で、去年の初めにコロナの問題が起きた頃はですね、これでもうちょっと止まっちゃうのかなと、どの国も核兵器どころじゃないかなと思ったら、に計らんや、まあ、そのあまり関係なくですね、そのこれまでと同様のペースで署名批准が増えていって、去年の10月には50カ国の批准、そしてそこから90日数えての発行というところになったわけであります。ちなみにこの10月24日に50カ国目のホンジュラスが批准したというのは結構意味がありまして、10月24日という日が国連の創設から75周年にあたる日だったんですね。そのことを分かってて、あえて国連、この日土曜日だったんですけども、窓口開けといてもらって、その日に合わせて批准書帰宅したわけです。やはり国連75周年という極めて重要な意味を持つ、つまり国連の下で私たちの世界はもう戦争はやめましょうと、
で、各国が勝手に軍隊を動かしたり武装したりするのじゃなくて、問題は基本的に平和的に解決するし、平和的に解決できない場合はもう国連の下の集団安全保障体制の中で解決しましょうという、これがまあ1945年に国連ができた時の基本理念ですから、その理念を、まあ、具体化するための一つの重要な施策として大量破壊兵器の禁止と廃絶があると。で、その大量破壊兵器の中でも最もひどいものが核兵器であるわけだから、それを禁止し廃絶するという意味で国連の条約であるということがですね、とても重要な側面になります。で、この条約につきましては、来年の1月12日からウィーンで第1回の締約国会議が開かれるということが決まっておりまして、オーストリアがですね、この条約交渉の、まあ、こう先導役でありましたから、ぜひ第1回はうちでというふうに手を挙げたわけですね。で、すでにその準備は始まっておりまして、オーストリアの会議のですね、議長などとアイキャンではいつも連絡取り合っておりますけれども、おそらくこの4つぐらいのテーマが議論されるであろうと。核兵器の非人道的影響とリスク、で、核兵器の廃棄、先ほど言いましたように今後核兵器持ってる国が入ってきた場合にどのぐらいの期限で、廃棄させるか、そのための国際機関や検証のあり方はどうか、そして、核被害者の援助や環境回復、特に核実験の問題に、光を当ててですね、まあ、そういったこと、それから条約の普遍化というのは、すべての国が条約に入るように、まだ条約に入ってない国、今のところ86カ国署名の54カ国批准でありまして、おそらくこの秋にもう少し増えると思いますけれども、それでもまだ国連加盟国の半数に達しておりませんから、まあ、これを増やすための手立てについても話し合うということなんですね。で、これを見ていただいて分かるように、いずれもですね、非常に具体的な話でありまして、日本としても、これ日本政府の立場に仮に立ったとしても貢献できるものがたくさんあるわけですね。核兵器の非人道性やリスクというのはまさに広島長崎からの教訓でありますし、で、核兵器の廃棄のプロセスや検証ということもですね、例えばですけども、朝鮮半島で北朝鮮が今後本当に非核化するというようなことになってきた場合に同じ問題に直面するわけですね。どういう国際機関で北朝鮮の非核化を検証するのかということ、これ国際社会に前例がありませんからちゃんとやらなければいけないわけで、まあ、こういう議論に参加していくということは日本としても意味があると。で、また環境回復や被害者援助ということは、これ広島長崎の、まあ、被爆者援護のあり方、あるいは福島の除染の問題というようなこととまさに重なりますので、被爆国であるからこそここに協力、まあ、これはもうしなければいけないということだと思いますし、で、条約の普遍化ということは、まあ、最終的には核保有国も含めて全ての国に入ってもらいたいわけですから、そのための手立てを考えるということでありまして、まあ、とても、重要な事項になるわけです。ですので、仮にですよ、日本が、いわゆる日米安保体制との関係で、この条約に署名批准するということを今すぐはできないんだと、まあ、それがまあ日本政府の言い方ですけどもね、まあ、日本政府の言い方は今すぐにはとも言わずに、できません、できませんしか言わないので、ちょっと問題なんですけれども、仮に日本自身の署名批准に時間がかかったとしても、この会議にオブザーバーとして参加していくということを拒むものはないはずなんです本来。あるいはむしろですね、自分たちはまだ入れないけれども、この議論の内容には貢献しますよって言ってもらわなければいけないような議論の内容ばかりなんですね。で、今のところオブザーバーとしてですね、署名まで済ましたけどまだ批准ができてないよという国は、これまだ非締約国の扱いになるので、まあ、オブザーバーという形になってしまいますけども、まだ署名もしてないよという国で言いますと、スウェーデンやスイス、またフィンランド、ここに書いておりませんけど、フィンランドも、オブザーバー参加するということはもう表明しておりますから、そこにまあ日本もそこを加わってほしいわけですよね。で、それ以外にもですね、ヨーロッパ諸国を見ますと、NATO の国々の中で、例えばベルギーとかオランダ、ドイツ、このあたりがですね、この秋に総選挙があるんですけど、総選挙の結果次第では、こういったことに前向きな政権というふうなことにも なる可能性がありまして、その次第によってはですね、来年1月の会議に NATO 国であるけどもオブザーバー参加するということがあり得るんじゃないかというふうに見ております。で、あるいはこの国際機関赤十字 NGO もオブザーバー参加、これは当然できますし、 ICANとしてもオブザーバー参加の、準備をしております。加盟団体にはそのあたりのアナウンスをいたしますので、また皆様方で、何か参加のご意思があればですね、問い合わせをしていただければというふうに思います。で、それと並んでですね、NPT 再検討会議がどうなるのかということが言われてまして、本来昨年、
4月に開かれるはずだったものが再延、あの延期再延期となりまして、来月開かれるということになっていたんですけど、さすがに来月もこれは無理だということで、今の案では来年の1月になるんじゃないかというふうに言われていて、ちょうど、核兵器禁止条約が終わってすぐぐらいの時にやるかもしれないと言われていますが、これもまだ最終的に決まってないんですね。で、まあ、いずれにしても来年のどこかでやるだろうということでありますけれども、こちらの方はしかしどういう展開になるかまだ分かりませんが、いい材料ばかりではないというか、悪い材料がいっぱいあります。アメリカの核政策はまだ見えないと。イギリスは今年の2月に核の実質状況を発表している。米ロ対立、米中対立、イランの核合意はトランプ政権の時に壊されてしまいましたけど、まあ、それを復帰に向けて話し合い進んでますが、まだちょっとですね、本来の中東非核化といったことには届かない。あるいは朝鮮半島についてもちょっとまだ不明瞭ですよね。で、あるいはこのような NPT の中で核兵器の禁止条約にきちっと言及できるかどうかと、この条約の意義を認めるかどうかということも、まあ、論点になるわけですけども、まあ、こうやって不透明なものいっぱいありますけども、まあ、NPT の方は何といっても核保有国がこの条約に入っておりますから、その価値は当然あるわけですね。ですから、まあ、一方で、核兵器禁止条約という原則的な、まあ、禁止廃絶への議論があり、もう一方で保有国も含めた議論がある。この2つの柱にこれからの、まあ、国際的な枠組みは変わっていくということであります。で、今米国のと言いましたけども、まあ、バイデン政権がどういう対応を取るかということでありますが、まだ分かりません。で、ただ一つ期待と言っていいと、期待できると言っていいと思いますけども、バイデンさんはオバマ政権の下で副大統領をやってたんですね、その時。で、その立場で核兵器の先制不使用という提案をしておりました。先制不使用というのは、私たち核兵器を禁止し廃絶する立場から言えば不十分なんですが、全くつまり、先に使わないというだけでありまして、後では使っていいということでありますから、全くこれは禁止に向けては程遠いんですけど、それでもですね、核兵器を先に使わないということは、核戦争をむやみやたらに起こさないという効果はあるわけですから、まあ、やはり信頼醸成とか核軍縮の入り口に立つという意味においては意味のある政策なんですね。で、逆に言うと、それすらまだ現在の核保有国はちゃんと約束してないわけですから、その意味で、先制不使用というようなことにアメリカが一歩踏み出せば、それはそれで悪くない一歩であろうというふうになると思いますね。で、それをまだバイデンさんはバイデン政権として言ってないわけですね。で、言ってなくてそれに匂わせてます。ブリンケン国務長官が3月に東京に来た時にですね、今すでに核体制見直しに着手していて、今政策の見直ししてるけども、核兵器への依存をどのように減らし続けられるかというようなことを検討してるんだということで、まあ、依存を減らすということですから、先制不使用ということが考えてるかなという感じもいたします。それがこれからおそらくですね、 NPT の会議がある時までには発表されるということなんだろうと思います。で、この問題に関して言いますとですね、少し、このスライドよりもちょっと先にこっちを見てもらった方がいいかなと思いますが、この先制不使用という問題につきましては、日本が非常に厄介な役割を果たしておりまして、ずっと反対してるんですよね。これは非常に悲しいことなんですが、日本は核兵器禁止薬に反対してるだけじゃなくて、核兵器の先制不使用というのにも反対してきた。つまり先に使うことも視野に入れてくれって言われるんですよ。で、オバマ政権が先制不使用をやろうって言ったときに、日本が反対したことによってできなかった。これは有名な話で、それ今いろんなところで報道されてますけども、例えばワシントンポストは2016年にそういうことを報道しておりますし、今年に入ってから、まあ、東京新聞がですね、当時のアメリカの 国務次官補の証言を載せておりますし、また朝日新聞は、このオバマ政権よりも前の時代ですけども、クリントン政権時代のウィリアム・ペリー国防長官の証言を載せておりまして、結局いずれもですね、日本が反対するんで核の先制不使用できませんでしたと、こういうことを言ってるんですね。で、私もこの写真が出てます、川口依子さんとか、オーストラリアのギャレス・エヴァンズさんたちが約10年前にですね、核軍縮の委員会を開いた時に NGO として参加させてもらいましたけども、その頃のいろんな会議に参加させてもらって、いかに日本政府というのが核の先制不使用も嫌なんだということをですね、言ってきたかというのを嫌というほど見てきました。で、バイデンさんが大統領になった際もですね、
核の先制不使用も嫌なんだというような極めてまあ高派といいますか、核兵器が使える状態でなければ核抑止にならないんだと、こういうことを主張する人たちがですね、まあ、今の政府の中では声高にいるんですね。その結果どうなったかというと、ちょっと先ほどのスライドに戻りますけれども、今年の4月に菅首相とバイデン大統領が初の顔合わせをしたときにですね、共同声明が出て、その中でこの2段落目ですね、アメリカは核を含むあらゆる種類のアメリカの能力を用いた日米安保条約の下での日本防衛に対する揺るぎない支援を改めて表明というふうに書いてあるんですね。核を含むってわざわざ書いてるんです。で、これまで日米の首脳間の文書の中で、核兵器も含めて、核兵器を使うことも含めてアメリカは日本を守ってくださいよっていうようなことを言った文書っていうのは3つしかなくて、1975年のミキ・フォードの時、2017年の安倍・トランプの時、そして今回の2021年の菅・バイデンの時、この3回だけなんですよね。1975年というのは、この核の傘というものが最初、まあ、日米間で作られたその初期の時代ですよ。核を使って守ってやるよみたいなことを言ったわけですよね。で、その後はしかしそういう話は、まあ、首脳間では出てこなかった。で、しかしながら、この安倍さんになってから安倍さん、そして今回菅さん、こういう言葉が出てきて、で、これ文脈からですね、日本側が求めて言わせてるっていう部分があるんですね。核兵器を使いませんなんて言わないでくださいよと。核兵器を使うことも含めて、その辺は厳しく対応してくれないと、その、我が国は困っちゃいますよみたいなことをですね、私たちの国の代表はアメリカの政府に対して言ってるということなんですね。で、これは非常に世論との乖離が激しいといいますか、あるいはおそらく来月になれば菅さんもですね、広島の平和記念式典に来て核廃絶を望みますとか言うんでしょうけれども、そこで国民向けに言ってることとアメリカ政府に向けに言ってることがとても違うわけですね。で、しかし全体としてですね、この菅さん、バイデンさんのこの時に見られるようにですね、その今米中対立なんてことがすごく言われる時代ですから、アメリカ対中国、アメリカにももう戦争をやってるかのようにですね、民主主義陣営対、専制主義だったというようなことをアメリカも言ったりする。そうやって中国を刺激していって、そして、まあその巣は戦争になったらどうするんだみたいなことがたくさん語られて、核兵器についてもそういった中で語られていると。で、私はこれは非常にちょっと危険な兆候だというふうに思っておりまして、人々の気持ちがですね、なんだ私たちは中国と戦争に構えなければいけないんだろうかみたいなことをですね、若い人たちなんかも含めてテレビだけ見てるとそんな気持ちになっちゃうかもしれませんから、これ大変危険なことであります。で、私は逆にですね、考え方をもう一回そのリセットして、そういうなんか多分ここにお集まりの皆さんは、私自身もそうですけど、若い頃冷戦っていうのが実際あった時代を覚えてると思いますけども、冷戦時代っていうのは本当にその相手方の陣営がですね、もう敵であって、けだものであるかのような宣伝をするんですけども、そういう中で人々の気持ちをですね、軍備とか戦争みたいなものにこう絡め取っていくわけですけども、ちょっとそういうきな臭い雰囲気が今してますから、もう一度しかし原点に立ち返って、私たちは全ての国に対して当然民主的価値や自由や人権ということを求めてきますけども、同時に平和も求めて、軍縮も求めていくということだと思いますね。で、そういう観点に立ったならば、実は米中ともにですね、自分たちは軍縮やるって言ってるわけですよね。そこを押さえておきたい。まずバラク・オバマ大統領は核兵器のない世界を追求するっていうふうにプラハで演説して、これでノーベル平和賞までもらってるわけです。で、よく知られてませんけども、実はですね、習近平国家主席の方も核兵器のない世界を実現するために核兵器は時間をかけて破壊されるべきだというようなことを演説でですね、2017年にジュネーブで述べていて、これは中国政府は結構宣伝してるんですよ。で、両方とも NPT のもとの核保有国ですからね、NPT として核軍縮義務を負ってるんです。ですから私たちの考える立場を置くべきところは、何かその、米中対立というかアメリカ側に立ってどうこうということよりも、米にも中にもですね、あなたたちちゃんと大国だって言うんだったら、大国としての責任、平和に対する責任や核廃絶の責任をちゃんと果たしなさいよと。それはあなたたちがちゃんと政治的にコミットしたものでもあるし、かつ法的にもそれは義務を負ってますよねと、こういうふうに言うような、
形にですね、私たちの世論自体をもう一回こう作り直していかなければいけない。で、核兵器禁止条約ができているっていうのは、そういったことの土台にもなるようなものなんじゃないかなと、こういうふうに思います。で、そうした中で、じゃあでも日本が何ができるかと考えたときに、じゃあ日本はアメリカとの関係があるからなかなか条約に参加できないのかなと思うかもしれませんけど、そんなことはありません。一つ手がかりになりますのは、昨年の9月に、国連のバン・キムン元事務総長を含むですね、56名、22カ国から56名の元首脳、元外相らが、これは全てですね、核の傘の下にあった国ですね、NATO の国とか、そういった国の元首脳、元外相、元 NATO の事務総長の方もスペインからとベルギーから入ってるんですけども、こういった方々が共同で今のリーダーたちに核兵器禁止条約に加わるよう求めているということなんです。ですから、その核の傘の国は無理だとかっていうふうに考えないでほしいわけですね。核の傘の国の国家安全保障に責任を持っていたリーダーたちがそういうことを言い始めている。ちなみに日本からは、この国会書簡には、鳩山由紀夫元首相とか、田中真紀子元外相らがですね、名を連ねているということなんですね。で、当然、日本の国内世論は禁止条約に参加すべきだという人が 70% 以上で、まあ、いろんな世論調査結果がありますけども、大体まあこんなものですね。どんなに少なくて見ても過半数は絶対にこれを参加すべきだと言っているし、参加する必要がないと言っている人は本当に少数であります。まあ、しかしながら問題はそれが政治的な動きになっていないということでありまして、2年前に私たち立ち上げた議員ウォッチというサイトではですね、国会議員のこの問題に対する対応ぶりをですね、都道府県知事や市区町村議会も含めて、ウォッチしてリアルタイムで情報更新しておりますけども、でこのスライド自体はちょっと古いものなんで数字変わっておりますけども、今日時点の数字で言いますと、国会議員で核兵器禁止条約に賛同しているのは 28% まで来ました、ようやく。それでも国民の 70% に比べるとものすごい少ないですよね。まだ3割いってないわけですから。で、都道府県知事の 42%、それから市区町村議会のこれはね、33% までいっています。で、これはとても大きいと思うんですね。言いますのは、この市区町村の方は議会で測ってますから、各議会で過半数で意見書採択したところです。で、これ日本政府の方針とまるで反対ですからね。日本政府は入らないって言ってるのに対して、日本は入りなさいっていうふうに言ってる自治体の議会が 33% あるというので、これはとても大きな数だと思いますね。世論を表していると思います。それからまた皆さん、いろいろこういう活動をするときに、そうは言ってもアメリカの核兵器抑止力が必要なんじゃないのと言われること多いと思うんですけども、そうしたときのためにですね、私はこの4つのことを言っておりまして、ぜひそれを頭に入れていただければなと思うんですが、道徳性、実効性、伝染性、結果責任という4つです。で、道徳性というのは、それは正しいことなの。核兵器の抑止力というのは、核兵器を使うということを想定して、いる政策なんですよね。使わなきゃ抑止にならないわけですからね。使わないようなものだったら全然抑止力にならないわけじゃないですか。ってことは、北朝鮮に対して核の抑止力をかけるってことは、北朝鮮に対して最終的には核兵器を使うよっていう、そういうメッセージですけども、被爆国がそういうことを言うっていうのは、本当に正しいことなのか、これが第一の論点ですね。で、実効性というのはですね、本当に核抑止力なるものが機能するんですかということですよね。例えばキューバの核ミサイル危機というのは1960年代ありましたけども、米ソで別にバランス働かなくて核戦争の一歩手前まで行っちゃったんですよ、現実問題で。現場の指揮官がパッと気がついて止めたんです。ということはアメリカでもありました、ロシアでもありました。あるいはですね、本当に核兵器があってバランスが取れて戦争が起きないんだったら、世の中戦争が起きてるわけがないですね。朝鮮戦争もベトナム戦争も多くの戦争が起きてきたわけじゃないですか。それは相手方が核兵器を持った国と連合してるって分かってても戦争するときはするんですね。無謀な行動を国家はするし、かつ無謀といえば、いわゆるテロと言われる人たち、テロリストと言われる人たちはですね、まあ、今年で911から20年になりますけども、要するに核兵器がアメリカが仮に1万発とか持っていたとしても、飛行機で突っ込むときは突っ込むわけですよね。自分が死んでもいいやと思ってる人は何にも抑止されないわけですから、核抑止関係ないわけですよね。で、最近ではやはりですね、さらにはいろんな機械上のトラブル、
誤発射とか事故とか、あるいはそのサイバーテロとかそういった問題もありますから、ね、機械によって、まあ、誤って核兵器が発射されてしまう場合もあるということを考えると、抑止が効くという実効性が非常に疑わしい。それから3つ目の伝染性というのは、結局我も我もになっちゃうでしょ。我が国は核抑止力がいるけど、あなたたちはダメだというのは、説得力がありませんからね。だって北朝鮮に対してあなたたち核抑止力とか言っちゃダメだよっていうふうに言って、その隣で日本が核抑止力が必要だって言ったら、北朝鮮もだったら私も必要だっていうふうになるわけじゃないですか。ですから、ある国が核 OK っていうふうにしたら、すべての国が核 OK になっちゃうわけです。そうやって伝播していく、伝染していくことによって、世界に核兵器が広がっていったら、結果的に危険性は高まるというふうになります。要するに、まあ、自衛のための銃ならいいっていうふうに言ってたら、みんな銃を持っちゃった。銃を持ったら本当に危険なアメリカ社会になっちゃいましたと、同じような話です。で、最終的に結果責任。これは、いろんなことを言っていても、最終的に核抑止力というものが働かなくなって使われてしまったら、一体誰が責任を取るんですかということでありまして、原発事故の時のように想定外でしたなんていうふうに言って、そんなことで認められるものにはならないということですね。で、2年前にローマ教皇フランシスコが長崎広島訪問してくださったわけですけれども、彼が広島で言ったこととても重要だったことはですね、核兵器の使用のみならず保有も倫理に反するという言葉ですね。核抑止論というのは、使用さえしなければ持っててもいいでしょっていう意味なんですね。そうじゃなくて、使用もダメだし保有もダメだというふうにきちっと世界の宗教指導者の一人であるローマ教皇が述べてくれたということは非常に大きかったというふうに思いますね。で、なぜ保有もダメかというと、彼のその点についての彼の長崎でのスピーチは、世界でこれだけの人々が飢えて苦しんでいるときに軍拡競争などということをするのは、天に歯向かうテロ行為である、こんな表現を使って彼は厳しく、まあ、指導したわけであります。で、この核抑止からの脱却ということ、核依存した政策からの脱却ということについては、私たち、まあ、ICANのようにですね、その平和運動の人たちだけが言ってるんじゃないんです。実は政府もそういうことの必要性を認めてるんですね。で、これ賢人会議というのは、日本政府は2017年に核兵器禁止条約に参加しないことの代わりにですね、当時の岸田外務大臣が立ち上げた有識者会議で、世界のアメリカやロシアの専門家も含めて入ってる、そういう組織なんですけども、そこが出したレポートで、2019年、核抑止力について、それは世界の安全保障にとって危険な基礎であり、したがって全ての国は、より良い長期的な解決策を模索すべきであるというふうに提言しているわけです。要するに核抑止ずっとやってたら危険だよって、政府の決めた専門家会議が言ってるわけです。で、それを受けてですね、今年の2月の衆議院予算委員会では茂木外務大臣が、現実の安全保障上の脅威に対する対応を安定的な形で核に頼らずできれば望ましいと思っておりまして、そうした検討は進めなければいけないと思っておりますと答えて、これは要するに核によらない安全保障ということを検討する必要はありますよということを外務大臣として明確に国会で述べたわけですね。だとするならば、これ検討してもらいましょうよということなんですね。で、それ少し時間かかるなら時間かけてもいいですよ。だけれども、やはりその核に頼って安全保障を考えるというのは、一歩間違えれば核戦争ということでありますから、それは本当にあらゆる人々に対しての破壊行為、背信行為にもなりますから、そうではない、核に頼らない安全保障を作りましょうということは、これは実はですね、ラディカルでも何でもなく、ある種与野党関係なくですね、超党派でもう全国的にですね、議論できるしすべきテーマなんだというふうに思うんですね。なんか支持政党がどこだとかそういうこと関係なく、みんなで議論していいテーマだというふうに言えると思います。で、とりわけ今、コロナの中で、ありますよね。だからもう本当皆さん大変な中で生活してるわけでありますけども、そして今、実はパルシステムの皆さんとは、私たちピースボートの仲間たちがですね、いろんな災害支援の場でもいろいろお世話に日々なっておるわけなんですけれども、今も雨による土砂災害とか起きておりますけれども、この近年の気候変動による災害の甚大化によって、
洪水、一方で洪水だとか、他方で山火事のようなこと起きております。またこのコロナということも本当にこれから多分このコロナウイルスだけじゃなくて感染症の問題というのは深刻な脅威となってきますよね。でこれはいずれも自然界と人間がどういうふうに、まあ、共存していくかという問題でありますから、 100% の制御とかコントロールというのはできないわけですけども、その人類の存在を脅かす大きな脅威が気候変動と感染症などだとすれば、3つ目、核の脅威というもの、これだけは特殊なんですね。なぜかというと、核の脅威については、これ日本にあの人間が作った脅威ですから、人間がそれをなくすし解決することもできるということであります。でこうしたコロナで私たちのそのお金の使い方、時間の使い方、社会の在り方が本当に問い直されているときに、これだけ人々の命が奪われているときに、何にもそれを救うために役に立たない核爆弾になるものを早く終わりにしようということが今求められているんだろうというふうに思います。そのことをですね、ICANノーベル平和賞受賞のときに、サーロー節子さんがこの条約が核兵器の終わりの始まりなんだということを述べたということの意味なんだろうと思うんですよね。でまあ、歴史を振り返ってみますと、確かに、生物兵器、化学兵器という大量破壊兵器がまず禁止されて、そして、対人地雷、クラスター爆弾などが禁止されて、そして核兵器禁止薬というふうに歴史が進歩してきたのでありまして、かつてですね、対人地雷禁止条約やクラスター弾禁止薬を見ますと、それらの条約が発効したことによって、そういった兵器の生産とか取引とか使用が激減して、そういったことにお金を貸すような銀行も投資を引き上げてきたという、そういう、まあ、記録があるわけでありまして、同じことが、まあ、核兵器についても、核兵器の製造企業からの投資の引き上げということも始まってきて、日本の銀行もですね、昨年の共同通信の調べで17の日本の銀行と4つの生命保険会社が、まあ、そういった方針を共同通信に対して回答しているということでありまして、詳細はもっと調べていかなければ分かりません。でおそらく皆様政教の活動なんかでも、そういったですね、その社会的責任のある、消費とか製造という生産というようなことについては、皆さんご関心高いというふうに思いますので、そういったこれはダメな生産だよというものの中に核兵器というものが含まれるようになってきたという新しい状況が生まれているということですね。これ私、まあ、講演のたびに、まあ、お見せしているスライドでありますけれども、例えば奴隷制、あるいは女性の参政権、それからですね、子どもの権利、タバコ、禁煙、それからハラスメント、これいずれの問題もですね、結局今から見れば、なんであの頃奴隷制やね、女性に参政権がないことや、誰もが彼もがプカプカタバコをあちこちで吸ってることや、子供に権利が認められないことが当たり前のように、あるいはセクハラやパワハラが我慢しなければいけないものだったのかというのが全くわからないように、社会はその変化して進化して、やはり規範ができて、新しい国際条約ができることによって、おかしい習慣が正されていくということを私たち経験してるんですね。でそういう歴史の中で見ますと、核兵器の時代が始まったのはたかたか76年前、1945年でありまして、それがもはや70数年後に禁止されて、今年には条約発効してるわけですから、ここから本当に、私たちのこの世代、孫の世代で、なんでお父さん、おじいちゃん、おばあちゃんの世代に核兵器とかバカバカしいことやってたのと言われる時代が必ず来ると。問題はそのペースだと。そのペースというのは、私たち自身の行動によって変わってくると。いうことだろうと思っております。で最後に、まあ、2、3枚スライドでですね、ピースボートで何やってるかということだけちょっと紹介させていただきますけれども、まあ、船が今出せないという苦境の中でありますので、とりあえず、オンラインを使って、証言会ということを各国とつないでやりましても、25カ国2000人以上の方々に対してやってきました。数十年間船で活動してきた私たちとしてはですね、オンラインでつなげば内陸地のモンゴルとかそういう国ともできるという新しい発見がありまして、それはそれで楽しみながらやっております。それからまた今年の8月6日にはですね、まあ、親子でみんなが鑑賞できるようにということで、被爆ピアノと被爆バイオリンをですね、広島から演奏して、それを皆さんに聴いてもらって、それで子どもたちの感想文コンクールなんかをして、優勝した子どもには広島への旅をプレゼントしようという、そんなような企画も
始めております。この問題意識はですね、やはり被爆者ご自身になかなかもう頼れないと、被爆者の方々が残してくださったものを使って新しい世代が何かする番だろうな、そんなような気持ちもあります。まあ、そんなようなことは私たちがちょっとやっている、微力ながらやっていることでありますけれども、ぜひパルシステムの皆さんとも連携し合いながら、特に来年1月の締約国会議ということを意識して国際的な発信力のあるものを進めていきたいと思っております。まあ、こういったお見せしている本なども参考にしていただきながらですね、また交流を深めていければというふうに思っております。どうもありがとうございました。